次です。平和のメッセージをリレーでつなぐワールドハーモニーランのピーストーチが広島のランナーたちに手渡され、平和公園でセレモニーが行われました。今日午後、ピーストーチを手にしたランナーたちが広島市中区の平和公園に入りました。1987年に始まったワールドハーモニーランは、国や人種、宗教を超えて友情を育み、一体感のある平和な世界にしようと、今年も世界80カ国で行われています。日本は今回が10回目の開催で、269人が参加することになっており、最初のランナーが7月22日に東京を出発。各地を経由して、今日四国松山から広島のランナーにトーチが手渡され、平和公園の慰霊碑前で花束贈呈などセレモニーが行われました。広島のこの悲惨なをですね、二度と繰り返さないようにですね、我々もこの暑い中をそれを念頭に置いてここまで走ってきました。世界平和への願いを託したピーストーチは、ランナーたちによって今月13日にゴールの長崎平和公園に到着します。今日も祈りが続いたようです。この後は広島の61回目の8月6日